こんにちは、ゆうです。バズナーのお時間です。はい、今日無課金サーバーが芝居のルールやっていきたいと思います。はい、今日お誕生日ボタンおめでとうございます。今日もね、音声データ、はい、ぶっ壊れておりました。おめでとうございます。はい、これ後付けでございます。はい、今日はね、前回ね、僕のチャンネル登録して、いつも動画見てくださってる方々からね、めちゃ好評だったんですよね。シンソー君とキルアを使った僕のゴリゴリの趣味場です。はい、それでですね、クエスト14にね、今日はねやっていきたいと思うんですけど、あの頃よりちょっとパワーアップしてます。ちょっと工夫してます。だいぶ工夫してます。もうね、ほんまだいぶ工夫したんでそれではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、シンソー君キルア、バレンタインメアリスのところね、サーナイトアイさん入れただけなんですけどね。めっちゃ趣味パでさ、パズドラのオリジナルキャラヘッド入って。はい、それではまず、シンソーくんですね。はい、シンソーくんにリラ全体戦にスケジュール2つ。で、アシストは回収武器ですね。はい、リラスケが光と闇を同時に4個以上つなげて消すと4コンボ加算。9コンボ以上でダメージを 80% 軽減。攻撃力が40倍となっております。めっちゃカチカチですね。はい、こんで、サーナイトアイですね。はい。4体出たのに交換し忘れ。はい。超覚醒、超10項目強化にアシスト無効潜在にスキルチェーン2つ。で、アシストがね、コレキナ、マキマさん武器つけてますね。耐性めっちゃ補えるんでね。でね、サーのね、スキルが、消せないバインド覚醒無効解除っていうね、メアリスの代わりになるんで、メアリスはね、回復力あるんですけどね。はい。で、こちらがシエルゴですね。シエルゴはスキルチェーン6つに、イノセントメモリアル。精霊のサイレア武器ですね。変身後がね、めちゃくちゃ相性いいんですよね、これがほんまに。で、こちらが仮面ライダーリバイスですね。スキルチェーン4つに髪キラー2つ。で、恋の呼吸つけておりますと。スキップを補ってますね。で、こちらがディオーズ・オブ・ワールドですね。はい、ジョジョ大好きです、僕。はい、超学生、超スキルプラスにスキルチェーン2つ、上限解放。で、コンクエストデコードですね。ちょっと一昔のね、無効貫通ね、スキルなんで、ちょっとターンが重めかなというのとか難点ですね。で、こちらキルアですね。キルアにスキルチェーン2つ。一応ね、毒性無効潜在つけております。で、アシストがウルトラマン武器ですね。で、リーダースキルが闇光の同時攻撃でダメージを 65% 軽減。4コンボ加算。8コンボ以上でダメージを軽減。攻撃力が40倍。工程1ダメージとなっております。カッチカチですわ、ほんまに。これ耐えれるかね、ほんま耐えれたのかな、ほんま。ちょっと不安になるんですけど。でね、この軽減ループを発動させるのが肝ですね。結構トリッキーなキャラとかね、好きなんでね、僕。はい、それではバッチャ HP プラスです。はい、それではね、もう4月のクエスト14ぐらいなら通用するでしょう。15はどうでしょうかね。どうでしょうかね、言うてもうた。それでは最高。最高のタイミング遅れてもうたな。はい。まずワンフロアはエスカマリと。僕エスカマリめっちゃ好きなんですよね。エスカマリね、めっちゃ高級品みたいなね、イメージあってね。あ、ちょっとコーヒー飲んでいいですか、僕。後付けの僕ですから。それでは、これがザワールドだ、言うてね。はい。まず、あんで、シンソー君も変身させてと。シエルも変身と。で、キラの。はい。俺の勝ち言うといてね。はい。で、今度、サーンね、裏のマキマさんでヘイストかけて。はい、出来上がりですね、これで。はい。なんか遅延ないっていうのがなんか楽っすね、ほんま。なんか14は遅延ないのかな、どうなんやろ。で、4ゲシ決めていくと、はい。4ゲシがっつり、4ゲシがっつり。はい。これね、メアリスやったらね、多分抜けないんですよ。で、サーがね、めっちゃええ感じにね、火力ソースになってくれるんで、サーね、引けてよかったなと思うんですけどね、ただほんま交換し忘れてたんで、4体いてどう使おうかなっていう感じですね。で、次が、これもね、マキオさん武器でなんか完封できてね、はい。で、シンソー君使ってですね、はい、今ちょっとね、ツバがちょっと絡みそうでした、はい。タンじゃないですよ、はい。で、まあ、4ゲシ組んでいって、はい、もうちょっとやっぱね、なんかこう見るとあれですわ、僕、パズルに迷いが生じますね、はい。迷いを捨てきれてないですね。あ、よく考えたらあれですね、毒お邪魔、目覚め、あ、これもワンパンと、はい。操縦、はい。ああ、ちょっと、これどうするんやろ、これ、あれか、ジェルゴのうちに使うんかな。で、あれですか、将軍ドラゴン。何やったっけ、将軍ドラゴンでしたっけ、僕、これ、覚えてるぞ。で、リバイスで、お、
めちゃめちゃ噛み合ってるやん、今日、今回の審判。で、GL5 が使って、ジンにして。あの、これ、マジでね、適当に組んだんすよ。めちゃめちゃ噛み合ってるやん。あ、指もなんか伸びてるし、なんかえらい指長いな、思ったんすよ、さっきから。はいはいはい。で、4ゲシの分割、下手くそやな、ほんまに、もう。で、とりあえず、はい、とりあえず行きまして、はい。あ、やっぱ、あれですね、やってる時の僕も、このドラゴン将軍、今出たんですけど、あの、名前覚えてなかったですね、はい。あ、ここでヘイストをかけられたと。おぉ。で、相手無効貫通。ディオは、なんか使ってもうてるかな、ね、さっき。そうか、なんかあれかな、スキル上溜まるから使ったのかな、はい。でどうしようか迷ってますね。これ多分無効貫通いったんやから、これやられると思ってるんですよ。僕もどうやったか覚えてないです。で、たまたま上にあのウルトラマンの軽減も兼ねたあの武器貼ったんで、とりあえず軽減貼ってと。軽減というか半減ですね。で、とりあえず、はい、光4と闇4を組みつつ、何を迷ってんねん。はい、消していこうとね。あの盤面整理ですね。はい。毒を邪魔がね、多いて、ほんまに。ちょっと盤面散らかってますね。で、ドラゴン将軍、あ、無効貫通やった。撃破って言おうとしてたのに。半減なくてもこれ耐えれるんかな、どうなんやろうね。で、次何使うんやろ。考えてますね。あ、デバイス使って、はい。その方がいいっすね。はい。毒もお邪魔もちょっと、物理的に消えてくれるんで。おー、なんかようわかる。なんで右端から左端持ってて組むんやろうね、さっき。これ見てたらよう分かりますわ、僕。これ定期的にやっていこうかな、皆さんさえお許しいただけるならね。はい。で、毒も揃えて、L 字決まりました。はい。それでは、ドラゴン将軍さん、お疲れでした。はい。で、4フロアですね。あ、この半減晴れてるタイミングで、ギャウギャウが出てきたと。はい。で、新速の、ちょっと僕もね、新速のボイス聞けないんで、ちょっと一緒にね、僕叫びたい気持ちはあるんですけどね。ちょっとあの、なんて言うてはるかわからんっていうね。はい。なんかちょっと最短ルートっぽく決めれましたね。光と闇。いや、これ上手い人から見たらなんでそこは組むねん思ってはるんでしょうけど。あ、もしかも相手も光にやったとギャウギャウ。キングルビーの輝き、赤に輝いてもろて、ギャウギャウ。はい。お疲れした。もう半減張ってたら大概大丈夫ですね。で、これ何に使おうか。まあ、リバイスでいいんじゃないですか。はい。で、4組んで、なんか上の、そう、あ、水で蓋したんや、そのいらん四隅を。なんかオセロで言う、ちょっとね、なんかあの、角を埋めたみたいな感じですね。はい。で、4も順調に決もて、はい。決もてて決まってですね、はい。で、OK。で、リオの、無効貫通スキルの玉だと、一旦待ってやる。え、これはどうしたの？考える暇などないぞ。うわ、指も減らされたで。さあ、来い。最高。はい。ちょっと卑怯っすね。これ、アシストも剥がして。ユミも奪う。どうすんのこれ、僕。で、ディオのとりあえず76にすると、その方がいいっすね。やっぱり。この時に限っては、普段76、僕めっちゃ苦手なんですよ。あ、ジェルを使って、まあ、急所ないけど、ジン使って。で、ちゃんと倒せるように、あの、上限も解放させて、シンソウ君の。で、サーがね、これ、光闇の L 字なんで、どっちでもいけるというね、一旦だけやったら。考えてますね、これ。大丈夫かな？これ、大丈夫かな？どうするんやろ？めっちゃ考えてるけど。黙ってて、ゲーム実況務まるんけ？いけましたね。あ、でも、ほんまに最低限。最低限やけど、あ、光降ってきた。あ、降ってきた。いけ。おー、よし。アシスト無効解除しつつ。闇の4決めたら、あ、でも吸収はこのタイミングに来ちゃったけど大丈夫なのかな？吸収切れてるよね、これ。ダークオブオーラ。おえ。誰やったっけ、これ。パイモンさん。いい実験になる。やっとここで普通にね、軽減ループできましたね。で、バイプス使って、あ、威嚇も兼ねてるから、あ、一旦稼げるんや。あー、こういう意味ではね、なんか威嚇刺さるときに便利ですね、切るは。割とね、僕もこれ使って楽しいんですよ、ほんまに。んで、はい。まず、普通に別に軽減貼るだけやのに結構全力で消しに行ったな。ほら、そんなんやるからね、暗闇目覚め、僕も今気がつきましたけど、暗闇降ってくるでしょ、そんな消したら。別に1コンボでええのにね、なんかやん時に限ってね、めっちゃ消しちゃうんですよね、僕。で、シンソウ君のスキル使いまして、はい。んで、
とりあえずむ、おお、分かっとるやん。まあ分かったんか、あの軽減、超クライム目覚め、されてるって。ああ、そうか、それで最低限にしたんですね。はいはい。落ち込むないし、はい。お、なんか気づいてましたね。はい。で、お邪魔毒目覚めは、毒じゃ、耐性はあるんで大丈夫と。はい。で、バイス使って、僕、ちょっと見えるとこにないと困るな、これ。この時の僕、あ、見えてる見えてる見えてる。そこ一瞬で闇宿判断したんよ。これも判断早いですね。ね、ちゃんと回復目恩返しして、はい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 。お、あ、でも4消しの、あ、回復4消し枠いい品買ったんか、この時。はいはいはい。メアリスを取るか、サーを取るか、あれですね。使い分けですね、これ、ほんまに。さ、んで、ここで。もうこれでね、ダメージ吸収も取れたんで、はい。この時に限ってね、シエルがちょうど溜まってくるっていうね、切れた途端にね、シエルがほんまちょっとちゃんとせえや、ほんま。で、キルアの、はい。これ使ってね、新装君も上限解放して、で、最後は、土井君や、あ、最後に限ってちょっと盤面が分からんっていうね、暗闇が多くて。はい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 、おしおしおし。そこ闇やね、ちゃんと闇やね。光は4、そこは確定で決めてる、決めてるわ、多分。その闇はどうなんやろ、怪しいね、だいぶ。怪しいけど大丈夫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 、組めてへんがな、そのなんか間多分光挟まってたんやろな、多分。で、上から4降ってくるっていうね。いい実験になる、それこそ。はい、ありがとうございます。結構ホッとしてますね、割と。ほんまにちょっと危なかったんですね、これ。はい、14クリアですね。はい。はい、それでは報酬受け取りまして、魔法石14個受け取って34個と。これ多分ね、この後ガチャ引いたんちゃうかな。あ、ガチャ引きますね。はい。魔法石6個。これ一回だけ引いてね、多分ね、これ喋りながらね、エンディングするっていうね、ただやりたかっただけなんですよ、ガチャ引きながら。それではこれではありがとうございました、言いながらね、引きたかっただけなんですよ。でもその時に限ってね、音声データ壊れてるんですよ。これもう一回リベンジですね。でも15でやったらね、僕15とかね、平気で30分動画出しちゃうんで、うん、ね、この画面止まってるってことはそうですよ、そうですよ。何出たかな、なんかもうフォローしてくださいとか結構言ってますね。評価も評価も評価も、はい、言いながらね、締めにかかりながら、そんな器用なことできへんのに、ほんまに。あ、ダイヤ、あー、そうか、星6以上確定やからか。お、固まってしもたで、これどうや、どうや、イシス、うわ、ちょっと欲しかったんですよね、マジで。これ美しい、バイバイ。